い、ただいま12月6日日本時間の7時41分でございます。こちら飛田和の頑張って今日も走っております。さあ白石さんはどこにいるのか、よーよーうわー来ました。あ、わかります、前の方にいっぱいいるんですけど、白石さんはですね、こちら DMG 森グローバル版、こちらですね、これが白石さんでございます、会長に飛ばしております。いや実は今日12月6日はですね、私にとってちょっとですね、ちょっと特別な日なのでございます。忘れもしない4年前の12月4日この日はですね、レサープルドロンヌをスタートして28日目、4年前の12月4日もですね、日曜日だったんです。私自宅のパソコンで、白石さん今どこにいるのかななんてこう Facebook を見ていたら、なんとメインマストが折れたというお知らせが届きまして、ものすごいショックを受けまして、もう翌朝にはリタイアが決まったという、そういう日だったのでございます。本日12月6日はですね、同じく28日目の日曜日なんでございます。見てください、白石さん元気よく走ってます。すでにこれで前回の28日目をですね、なんとか白石さんクリアしそうな感じでございまして、いやーこれちょっとめでたいじゃないですか。もうせっかくですから、ちょっとラップしましょうか、白石さん。ねえ、これこれ白石さん、白石さん頑張ってますよ。これここですからね、これ白石さんですからね。いやとはいえ、先ほど Facebook を見たらですね、また別のトラブルが、なんかもう船の先端部分のこのタックっていうんですか、これがですねどうも壊れたということで、またこれを修理しなきゃいけないっていうね、そんな状況のようです。まああのトラブルのない選手なんて一人もいませんからね。もうリタイア、もう5艇もすでにリタイアをしている状況の中、白石さんメインセールを破きながらも頑張っております。ちょっと今日は思い入れがある日でございまして、ちょっと長くなりましたが、はい、白石さんこの後もぜひ頑張っていただきたいですね。あの選手も頑張ってくださいね。飛田和郎もこの後もちょっと白石さんと離れちゃってますけど、頑張って白石さんを見守っていきたいと思っております。それではまた。